私の経営方針が間違っているのか、自問自答しているうちになんだか煮詰まって、たまたま降りた駅の商店街に西川さんのお店があったんです。何言ってんの？おめえなんて俺の奴隷なんだよ！ざけんじゃねえぞ！探したぜ。おめえアパートの管理人なんかやってんのか？ウケ。作ってる人間の愛情は食べる人にも伝わる。それは時代が変わっても変わらないと僕は信じています。信玄、許すまじ。おかしかったですか？